2018年6月17日13時38分歌手の和田アキ子68が17日放送のあっこにおまかせ日曜前11の4号に出演。レスリング女子で五輪4連覇の伊調馨33イコールアルソック裏に対するパワーハラスメントが認定され、日本協会強化本部長を辞任した栄和仁氏57の謝罪会見について言及。コミュニケーション不足とパワハラは違うと首をひねった。番組では全日本選抜選手権の試合開始前に行われた栄氏の謝罪会見や、私学館大学の谷岡邦子学長64らと談笑しながら試合を観戦する様子などを紹介した。会見では伊調や田辺力コーチ43に対し謝罪の言葉をあったものの、二人への直接の謝罪は未だされておらず、パワハラの原因をコミュニケーション不足と表現したことなどを伝えた。これもうっと漏らし、厳しい表情を見せた和田は、コミュニケーション不足とパワハラは違うと思う、根本的に、ときっぱり。申し訳ないですけど、まず伊調さんとか、田辺子に会見を開かれる前に謝罪するべき、とした。また、全日本選抜選手権の試合会場には、田辺氏もおり、栄氏らと田辺氏が近い場所にいたことがカメラにも捉えられており、会見で田辺氏らに直接謝罪したい意向を示したにもかかわらず、会場では接触がなかったことに、そばにいらしたじゃないですか、と呆れ顔だった。